や料料とは主に日本料理を出す高級飲食店である企業の接待、宴会や商談、用人や政治家の密談、タレント、芸能人の打ち合わせ等に使われることが多い。値段も店により異なり、店によっては芸ーによる単価が大幅に異なる無形のサービスが提供されることに伴い利用料が確実に回収される必要があるので支払いを 保証可能な紹介がないと利用できないところもある。日本文化の集大成の場でもあり、料理、器、すき家作り、日本庭園、美術品、調度品、芸技方角などの正当派の日本文化を堪能できる。今日では一般に、千人の板前を抱え、座敷があり、芸技をあげるような料理屋のことを指すことが多いが、芸技集のもてなしを、 主として、酒以外の料理は主に仕出しでまかなうか指摘型の業態を料亭と呼称する場合もある。法令上の用語では料理店という。原則として予約して利用する。料理は和食が中心で個室で供されることが多い。食事をしながら種類を飲み、寒暖したり、芸劇の芸を楽しんだりする。代金は当日現金で払う場合もあるが、後日 銀行振込等によってご払いすることが多い。明確な基準がないために、現在では、料亭という言葉の高級感や響きの良さから、通常の日本料理店が自ら、料亭と名乗る例が非常に多いが、それらは本来の料亭ではない。ここで説明するのは、あくまでも、いわゆる料理屋を指す。判断する条件は、主になどがある。しかし、以上の条件を満たしていても、 上記に記してある日本庭園等は敷地の関係で存在しない場合も多い。全国の料亭の数は東京で60軒前後、京都でも十数軒にとどまる。地方ともなれば各県内中にわずか数軒から数十軒ほどであり、全国合わせても数百軒ほどである。営業に際しては食品衛生法だけでなく風俗営業等の規制及び、 業務の適正化等に関する法律の規制を受ける。いわゆる2号営業である。したがって午前0時から6時までの間の営業はできず、18歳未満の者の入店が禁止されるなどの制限がある。立地面でも厳しい条件があり、建築基準法により、商業地域、準工業地域以外の用途地域には建設できない。上、 都道府県の条例により建設できない地域が設けられている。このような制約を避けるため、二号営業に定職しないよう営業している店舗もある。やはり、日本料理店であるカッポートの際は、当該、近年まで料亭は誰もが気軽に入店し利用できるものではなかった。いわゆる、カズミさんお断りである。新規に利用する際にはすでに客として通用している。 物の紹介を通すか、料亭側の縁故等を経由してからではないと入店できなかった。従って、利用客は主に各地の政治家、強大な企業の経営者や重役、名の通った財界人、タレント、芸能人などごく一部に限られ、それらの面々が各種接待や会合を行ってきた。今までは、料亭というと未知で閉ざされた空間とされてきたが、 21世紀以降では全国的に開放されて、かつて縁のなかった庶民層の利用が増えてきている。その背景にはバブル崩壊や官官接待の激減が挙げられる。1990年代後半までは企業間の接待や政財改陣の利用、官官接待が毎日のように行われてきたが、時代の変化や公務員、 政治家の料亭利用に対する世論の批判が高まったことにより、現在ではほとんど行われなくなったために、全国の料亭は一般に利用しやすい価格にしたり、スタイルを変えたり、様々なプランやイベントを行ったりし、顧客の誘致をしている。また、近年では大規模な料亭では、結婚式、披露宴に力を注ぐ光景も、全国的に見られる。しかし、利用状況の激変。 利用客の低下により、閉店してしまう料亭も多い。その原因は、料亭側、利用客側双方にあるという見方もある。まず、料亭側は、急激な時代の流れそのものに対応できなかったことと、木ぐらいの高さから、なかなか大衆化できないことが挙げられる。また利用する客側においても、急に利用し出したために使い方がわからなかったり、料理の内容や、料亭の意味、 意義が理解できていないことを挙げることができる。利用料金は基本的には効果である。料理のみもの赤量サービス料税が基本で、芸技集を呼べばその代金が加算される。各代金はそれぞれの店や地方によって異なるが、先にも述べたように利用しやすい料金形態になってきているので、すべて込みのプランやセットになった企画も多数ある。効果。 高級というのも、料亭の主なイメージである。主役の料理一つとっても、えりすぐりの高級食材を多用し、座敷の作り、失礼、調度品、行き届いたサービス、伝統芸能、その数々が他の料理店や飲食店と違うところであり、高級の由来である。例を挙げれば、建物や座敷は、現代のテナント業者によるものではなく、伝統的なスキア作りや日本建築からなる。 器は著名な間や作者によるものを使用したりしている。座敷の掛け軸や絵画、調度品などは日本でも、屈指の作家の本物が置いてあることも珍しくはない。このような調度品は、季節や来店時の客の目的等に応じて掛け替えられたりと配慮される。料理は純日本料理だがその日に応じて野菜、魚、肉など、最高のものが準備され数日前から支度が始まり、 丹念に仕込まれて当日に出される。予約が必要というのはこのためで、座敷や料理に時間が必要であるからである。それらの素材の高さも、さることながら、料理に従事するものの料理における技術の高さも必要であり、最低でも10年の修行を経てようやく仕事が内外から認められるようになり、それ相当になるにはさらに期間が必要である。 また料亭は日本料理を堪能したり、接待や会食の場に利用したり、芸技集の舞の鑑賞やお座敷遊びなどの通常の用途のほかに、しばしば展示会や各種の催し物の会場にも使われる。以上3社は歴史、規模、出入りする顧客の種類、全国料理屋への影響力、知名度、格式、美術品の所有状況、建物、エピソードなどから、 日本の主要とされる向きが、組合や客等から強い。吉兆各店のうち、船場吉兆のみ、不祥事が原因で廃業、減損しない。美ノ基地、竹茂郎、京都市左京区赤坂料亭一覧東京赤坂、組合新規出店のお知らせ、ワイズテーブルコーポレーション常連、美ノモンタも、非常に、残念価格コム会長が買収で、 閉店の赤坂料亭デイリー新調オンライン2016年11月24日。ありがとうございます。